やっぱりここで終わりじゃないので、この先がまた大変じゃないですか。やっぱり留学して一人前のダンサーとして認められ、どっかのバレエ団で踊るっていうところまで行ったらきっと素晴らしいなと思うけど、やっぱり卒業までしたけど就職も今難しい時代になってきてるんで、どう手を出してあげたくてもやっぱそれは自分たちでやらなくちゃいけないことなんで、私たちはもう応援するしかないんで、だからそうするとやっぱり心の中にあるバレエが大好き、バレエを愛してる私はここで、僕はここでバレエでやっていきたいんだっていう強さが勝つかなと思ってます、まあ、そういう強い人間に育てたいと思ってますけど、